3, 2, 1.いやー、だいぶスタジオっぽくなってきましたね。 YouTuber らしい照明でしょ。はい、今日いきます。 America Today。 America Today はですね、いろいろまたありますよ。言葉を用意しました。英語、そしてニュースに出てる英語を見ていきましょう。まずこのね、バイデンっていう新しい、言葉が出ました。これですね、この YouTube のサムネイルに出たバイデン。まあ、今の大統領ですね。スペルは違うんですけど、B-I-D-E-N、バイデンなんですけど、バイバイのバイに書いて、で、このデン。わかりますか、この意味。by then, 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 by then! じゃあ、またね。あ、それじゃあ、またね。それじゃあ、またね。っていうことだね。by then. それをちょっともじって、バイデンの名前にかけて、バイデン。みんな考えるね。Breaking! Biden could drop out this weekend. 今週末、バイデンが辞めるって発表するかもみたいな、そういう見出しだったし、で、しかもこのなんか喋った後にこう帰っていく姿。やっぱすごいね、この写真選びとこの題名をこうマッチングするスキル。さすがですよ、本当に。まあちょっとこれ新しいなと思って。バイデンバイデンはい、次いきます。VP Kamala Harris emerges as top Pres Biden replacement。 このサムネイルを気に入って、ピックアップしました。もうとにかくね、アメリカのメディアのスタイル、こうある方向性が決まったら、それに向けて毎日いろんな形といろんな言葉を使ってこうプレッシャーをこうかけていくんですよね。で、時には真逆のこと言ったり、まあ今ね、バイデンって、まあバイデンさよならみたいな感じで、まあ続けて、さよならということはカマラ、今の VP が、emerges、 この emerges っていう言葉を気になったんだけど、出現するってGoogle が教えてくれたけど、まあ出てきたって感じですね。バイデン辞めたら、VP のカマラが一番の可能性のある人になってきたと、出てきたと、そういうストーリーが。ちょっと若干困った顔してますけどね。そして次、さっき言ったように真逆。今度、さよなら、次はこの人。でも、Biden says he's returning to campaign trail. Biden says he's returning to campaign trail. Campaign trail. この campaign trail。これですね。campaign trail。campaign trail、ちょっとね、なんでトレイルっていうのかなって僕もちょっと気になったんですよね。トレイルっていうのは、まあ登山道とかそういう狭い道ですね。道路じゃないです。道路は広い、トレイルは狭い。で、トレイルは結構アップダウンがあってボコボコしてなんか大変っていう、そういう意味も含めてのトレイル。それでちょっとね、さっき、チャット GPT にちょっと聞きましたけど、このキャンペーントレイルっていう言葉はやっぱりジョーニー、その旅っていう、意味合いが入ってるんですよね。で、まあ、選挙に向けて、政治を目指してる人たちが結構こう辛い過酷なこう旅をしながらそこに向かってるっていうところから、この言葉が使うようになったそうですね。で、昔は本当アメリカが道路も少ない時期には本当にトレールいっぱいあって、いろんな村から村行く時にそのトレールを、渡って次の町に行って投票してくれる人と出会ったり話したり、まあそういう、大変なジャーニーですね。でまあはい、これがよくこのアメリカの選挙に向かうときに「He's back on the campaign trail」この表現は必ずするんですよ。だから確かにね、辛い、ちょっと大変っていうニュアンスが聞いてるアメリカ人にね、英語しゃべれるアメリカ人にそのニュアンスはやっぱり伝わってくるんですよ。はい、次いきます。そしてまたですね、また来ましたよ。今度これすごかったですね。なんかテレビ CM が出て、それは民主党側が作ったテレビ CM で、割と若い、まあ一般人なのか俳優さんなのか分かんないんだけど、いろんな人が出て喋ってるような CM で、その次の世代に交代していきましょうみたいなメッセージで、バイデンっていう感じ。バイデンさよなら、さあ次の世代に頑張ってもらおうみたいな、そういう CM がもう出てるらしいんですね。で、その中にこの Pass the torch Pass the torch っていう言葉が出ました。これ気になったんです。これ結構スラング的な、言葉で Pass the torch、 まあバトンを渡せというような意味なのかな。でまあちょっとこれも調べたらね、やっぱり責任とか、リーダーシップを一人から違う人にこう渡していくっていう意味なんですよね。でやっぱりこう昔のギリシアのまあオリンピックの前にトーチで火ついてるトーチがいろんな人がこう持って走ったり歩いたりで、それがどんどん渡って最後オリンピックのオープニングの会場に来て、オリンピックファイヤー、オリンピックフレームをこう火つけるっていうのがあるんだけど、リレースタイルのコンペティションでそのトーチを渡すっていうね。はい、でなるほど、ここに書いてるんだけど、ジョン・ F ・ケネディの、大統領になった最初のスピーチ、1961年で、The torch has been passed to a new generation of Americans、新しいアメリカの世代にこのバトンが渡ってきたという表現が1961年にあったんですけど、今、2024年、バイデンおじいちゃん、早く次の世代にバトンを渡してくださいよと、若者がもうこの CM でもお願いしますみたいな、 おじいちゃんも渡してみたいな、ちょっとそんな感じでした。そして次何分だ、9分、結構いい感じにいってますね今日は。 Damn Civil War Damn Civil War Civil War、 なんかドラマチックですよねアメリカ、本当に。デムはデモクラッツですね、民主党訳してデム。その中で内戦が起きてるっていうことですね。Civil War は内戦です。まあこれはですね、ニュースというよりはオピニオンですね。オピニオン、意見、まあ意見を言ってるジャーナリストがこういう、見出しを考えたんだけど、そして次これまた、WFLA ロスのニュースで報道された、1分40秒のコンテンツですけど、What if Biden drops out? もうどんどんこうやってわかるでしょ、こうね、やめてほしい、次この人がいい、なんとかやめてください、民主党の中で内戦だって、もういろんな角度からいろんな言い方で、どんどんこう重ねていくっていうことですね。さあバイデンが辞めたらどうなるか、まあ、ドロップアウトっていう言葉がいいなと思ってね、これ選んだんだけど Google 先生で訳したらそのままドロップアウト、日本語でないのかな、ドロップアウト、諦める、断念する、断念する、それが一番近いのかな。まあこれも結構英語のスラング的な、言葉なんだけど、これかなりいろいろ使えるんで、まあ学校よくあったのはね、学校途中で辞めた人、高校2年生で2年生の途中で辞めた、 He quit high school no sorry he dropped out of high school in his sophomore year, he dropped out of the team, he dropped out、そういう感じですね、使い方としては。お、これが最後のサムネイルでしたね。はい。おー、なんか今日はまとまりがいいじゃないですか。この新しいスタジオのおかげでしょうか。いいですね。だんだん、だんだん良くなりますから、これから。このアメリカトゥデイ。まあ、今日はそれぐらいなんですけど、とにかく、プレッシャーがバイデンにどんどんこう乗せられてる感じで、そろそろ決断というか、本当にやり続けるのか、それともやっぱり僕やめることにしましたっていうのか。今どうやらね、まだそのっていうウイルスにかかってて、隔離してるというふうに発表されてます。まあおそらくみんながね、そこでいろんな会議をしてどうするか決めてるっていうふうに、聞いてます。はい。まあそろそろ発表があるんじゃないか。でトランプ側は大きな会議 RNC が終わって、またねそのキャンペーントレイルに出てます。もうねそれさっきフレッシュにね、YouTube 見てみよう。この最初のニュース。はいはい。もうトップニュースにやっぱり出てますね。Former President Trump's first rally, one week since an assassination attempt. ちょうどその暗殺未遂から1週間しか経ってないんですよ。すごいよね。1週間しか経ってないのに、その中でその一番大きい4年に1回しか行われない、RNC っていう大きなコンベンションがびっしりあって、そこで VP も選んでいろんなスピーチしたり、もう散々多分何千人にも会って握手して、終わった瞬間にそのまんまキャンペーントレイル、そのキャンペーントレイルの辛さが結構感じますね。僕が今52歳の自分が、やれって言われたらもうできないですよ。あんなパワーないわ。ほんと大変だと思う。で、しかもね、暗殺未遂、耳が銃の弾にかけて、事件があって、精神的なダメージはどう考えてもあるはず。それでもね、1週間後に戻って、また外で、みんなの前で盛り上げて喋ってる。すごいなぁと思いました。はい。今日はちょうど14分30秒っていう素晴らしい時間。一応ね、僕15分間目標にしようかなと思ってます。もっと長くてもいいんだったら言ってください。もうちょっとゆっくり、じっくりやるけど、今日はこれぐらいにしときたいと思います。この最高のスタジオから、握るのアメリカトゥデイから、番組名がまだね、とりあえず今日はアメリカ today でいこう。アメリカ yesterday, today っていうのも考えてんだよね。僕は今日見た話、夜を撮影してるけど、これを YouTube に出してるのが次の朝なんで、皆さんにとって昨日の話なんだよな。アメリカ yesterday, today ややこしいなぁ。よくわかんないけど。まあ、どんどん良くなっていくわ。それでは、明日ね。